はい、どうも、オーパーシーです。今回は、王の試練の魔、リベンジマッチ、やってみたいと思います。前回ね、テイク20ぐらいまでやって全敗ということで、試練の休息所のね、先にいるこの白い代わりみたいな白いキリンの時のボスなんですけど、なんとね、ピザの子たちからの攻略情報をね、ちょっと聞いてしまったのですが、炎の嵐を使うだけで勝てるぞと。それだけで勝てるということだったので、で、持ってなかったんですけども、必死に探して、黒い銃の火、ゲットして、強化してきました。プラス5。で、これが、猛者状態だと火力が高くなるっていう特性を、持ってるんですね。なんで、じゃあ、猛者状態でということで、一番猛者度を上げて、いきました。で、これででは、ちょっと行ってみたいと思います。最初に、なんか、雑魚4匹のどれかを削りの、なんかネズミの落下地点に炎の嵐を撃ってもう一発撃てれば勝てますよっていうね、フミヤからの攻略情報が入ってきましたんで、ちょっと試してみたいと思います。よし、行くぜ。落下地点ってどこだ？この辺か？ほら。勝てないやんけ。いや、でも確かに半分ぐらいいったな。今のはワンチャンある雰囲気でしたね。このままノーカットで、テイクワン失敗ということで、いきたいと思います。ちょっと指輪を変えてみましょうかね。炎症速度を上げたら、もっと早く打てたりするのかな。それとも最初にやれ遠距離攻撃で、やった方がいいんですかね。これ完全に関係ない指輪を間違ってしていたので、経験って増やすエリアにして、相手側発見されたところで、進行なんかいらないですしね、最大 HP 増やしても意味ないだろうし、2匹目の竜。こんなんでいいのかな？なんか他に必要そうなのありますかね？まあこれでいけるか。いけますか？あ、でもどうせメイン武器を最初使わないので、だったら捨てる記憶で、1個、雷の槍持って、最初一発、雷の槍で言って一発減らしましょう、一気。あ、ただ毒耐性をつけておけば、あいつらに削られて毒を食らう可能性もさらに減ると。いうことなんじゃないですか？かけ。そうじゃあ、特待生の次は上の方か。じゃあ、これで行きましょう。これで一発目、まず雷の槍って一匹削りの着地地点に炎の嵐をぶち込むと。決めます。一発倒します。武器チェーンします。ここら辺か？お、当たった。で、もう一発撃てれば。待って、いやでも今の選択は多分あんま間違ってなかったんだな。防御力をさらに上げましょう。オッケー、これで行きましょう。一発目はこっちで槍を打って、オッケー、行こう。今どうしたっぽかったんだな。一発目当てての、落下地点ってこの辺か？どこだ？おー、やばい。うーわー。惜しいな。もうちょっと奥にか、突き倒して走って、炎の嵐打っての、もう一発撃てば勝ちかな。いや、難しいな。ロックオンとかしちゃダメだな。うまいこと。行きたいところに行けなくなっちゃうからな、ロックオンすると。エイムが引っ張られるんでね。エイムって言い方があってるかわかんないですけど。もう一回行こう。中に入る、一
敵に倒す、武器チェンする、走る、でも魔法を撃たして、撃たして、撃つ。あ、登録に犯された。犯されてなかった。倒して。ああ、マジかよ。いやー、お前ね、神様倒したやー。どうし撃つみたいで。これは移動してから魔法打った方がいいかな。ま、移動して魔法を打つ。でもその場で速攻で炎の嵐を打つ。もう一発撃つ。そう。どう見ても倒してるんだけどな。よし。諦めないところ。で、合わせる。撃つ。ここでもう炎の嵐を撃っておく。お、ジャストミート、ジャストミート。腹のロックオンしないで一発当たれ当たれ死んでる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 、なんでだよお前よガード一発できればスタミナが問題なのか何が悪い？いや、悪くはない。ほぼ合ってる。ほぼ合ってる、ほぼ合ってる。いや、このまま、カットしないで。いけるのか。いや、じゃあ、もうテイクいくつかわからなくなってくるぐらい意外でいってる。もう5か、これ、6ぐらい。ここら辺まで行く。一匹合わせる。撃つ、炎の嵐をもう撃っておく。で、ヒットする、犬に襲われる。で、もう一発撃つ。ロックオンはいらない。ロックオンいらない。ロックオンいらない。じゃあ、待って。お、ははははは。撃て。死ね。押し切ったー。ビクトリー。ネズミの王の試練の勝利。ネズミの尻尾。よかったー。と倒したー。これ超きつい。あー、辛かったー。でもどこに行けばいいの？ファロスの石。え、こいつらファロス落とすの？どこに行けばいいんだ？こっちか。こっち道がありますね。ん？あ、敵、普通に敵がいる。え？ちょ、待って。見なかったことないし、一旦休憩しての。待って。これ外して、これも外していいや。あれ、なんだっけ。疲れた。興奮した。で、武器をこれにすると。オッケー。で、こっち。あ、話せんの？ Why comest thou here, human? Thy treason will not be gone. I will. あ、ネズミの王の制約なんだ。同じ制約じゃん。これも買わせるんだね。My servant.なるほど。これで終わり？え、もうなんもない。え、ボス倒して終わり？本当に？なんもないのか。どこだ？で、この辺に確かセーブポイントか。これ最初のとこですよね。やっぱり。こっちか。では今回。以上で。なんとね、今回ボス倒すだけのパート、リベンジマッチパート、勝つことができました。炎の嵐強いんで、ぜひ、これで頑張って倒してください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。